エンジェルトランペットは赤石道代による日本の漫画作品。フラワーズにて2012年7月号から2017年10月号まで連載された。単行本はフラーコミックスアルファから全13巻。当初、犯罪に巻き込まれて弟を連れて逃げる任位を考えていたが、連載にあたって姉に変更された。タイトルのエンジェルトランペットについては、 コミックス一貫描写画に背景として描かれている。作中で同盟の植物、エンジェルトランペットをあげ、触れると毒があることを登場人物に語らせているほか、目視録のラッパ武器として、神のお使いが吹き鳴らすトランペットの意味を登場人物が語っている。2018年から2019年にかけて、増刊フラワーズにて、本編最終話後のかつて子供だった。 リンヤセナが大学生になったような年代を舞台とした外伝、エンジェルトランペットアフターストーリーズが雑誌掲載された。9歳の女の子、マリモとその弟である4歳のリンは2人を捕まえようとする5という政府組織に追われていた。2人は大地震後に茨城の一部地域の子供に広がったクローバーウイルスと呼ばれる謎のウイルスによる影響で上常能力を得た子供であった。 触れた人を自分に好意的にする、マリモの能力と、体中から血を噴き出させ意図せずに命を奪うリンの、能力。二人は、行く先々で出会う人たちに助けられ逃亡を続ける。後は、ウイルスに感染した子供たちを施設、グリーンエンジェルホームに集め、実験動物のように支配し監禁していた。ワクチン開発のため、あえて後の研究職員になった二人の母。 こと実は、ウイルスとワクチンの双方を打って、金儲けを企む室戸に監禁され、マリモたちの味方になってくれた、ユーギンの父、ソノベを攻撃した謎の D 族の子供が立ちはだかる。ありがとうございます。